発見発見ツイッター探偵 探偵団今話題のツイッターをピックアップしてご紹介する番組です。9月5日木曜日22時となりました。探偵団の皆さん、今晩もどうぞよろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、今日は木曜日ということで、木曜団員、元産経新聞記者、フリーライターの三枝源太郎さんお招きしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして副団長、中野区議会議員、吉田浩一郎さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、そして MC は探偵団団長、長尾隆前衆議院議員です。今日もよろしくお願いいたします。はい、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。さあ、今日もね、いろいろと、盛りだくさんで、ございまして、もうサクサクと進めていきたいなと思います。本日も、2000人ルール適用ということでございますので、どうか皆さん、ご協力のほどよろしくお願いいたします。もうずっと3500人、連日視聴者をいただいておりまして、だからといって無茶ぶり P が2000人ルールを3000人ルールなどという人使いの荒いことはしないようにという、こう危機感も持ちながら、はい、3500人超えて、記録を更新したいなと思っております。どうぞご協力のほどよろしくお願いいたします。そして概要欄からは文化人ダイヤモンドクラブのご登録が可能ですので、ぜひご入会をよろしくお願いいたします。それでは本日のお品書きです。一般公開ライブ、総裁選最新情勢分析、青山茂春議員が NHK に正式抗議へ、兵庫県知事問題で維新に逆風、腐敗したメディアというラインナップでお届けさせていただきます。そして大の皆さん、今日も文化人アンケートがございますのでご案内いたします。概要欄をご参照いただいて、まず自民党総裁選決選投票に残れない候補は、はてな。1、上川陽子さん。2、河野太郎さん。3、林芳正さん。4、茂木敏充さん。という形で、一般公開ライブ、終わり間際に、集計を発表させていただきますので、こちらもご協力のほどよろしくお願いいたします。はい、それでは総裁選最新情勢ということで、1番、門田隆昌さんのツイッターです。日テレが今日、私もこれ昼見たんですよね、自民党員党友対象の調査結果を発表。ここでも石破茂、小泉進次郎、高市早苗の3氏が全体の6割を超える支持を集め、3強を形成している。注目は小泉 18% と高市 17% がほぼ拮抗していること。相変わらず石破トップは不可解だが、永田町が小泉 VS 高市の決選投票を予測しているのもうなずける。2番、ちょっと高橋さんのツイートも合わせてご紹介しましょうか。やっと週刊誌でも言い始めたな。永田町で急浮上する決選投票は進次郎 VS 高市早苗の声、党内に出回る極秘データの中身と麻生太郎の企み、デイリー新潮ということでございます。さあ、全般的なちょっとこの辺ね、三枝さんもいろいろとウォッチされていらっしゃると思いますので、三枝さんからコメントいただけますでしょうか。はい、はい、まあ茂木敏充さんがね、自分も荒井とかいう名前だったらよかったみたいなことをおっしゃってましたけれども、石破さんがあいうえお順の意だからっていうこともあるのかどうなのか分かりませんけれども、今現在見てる感じでは、いろんななんかデータがこうどこで作ってるのか分かんないんですけど、いろいろデータが僕のところにこうおかげさまでちょろちょろ来てるんですけれども、今のところ顕著に目立っているのは、小林鷹之さんを推してる議員さんがことのほか多いなっていうことと、小泉さん、高市さん、林さん、この辺は河野さん
はだいたい団子状態なんですね、石破さんとか。そうするとバランスがいいのは、僕はやっぱり4強になるのは石破さん、小泉さん、高市さん、小林さんで、あとはやっぱり連合を誰と誰が組んでっていうことで、最終的に決選投票になるんじゃないかなというふうに、思いました。まあなんか見てると、林芳正さんを応援する、人たちがほぼ大体全員が岸田派でして、で、岸田派の中で予想の方を応援してるのは、森山さんと小林さんと岩田さんぐらいしか名前が出てきてないので、まあなんていうか、派閥を解散したとか言ってる割には、一番派閥にこだわってるのは岸田さんじゃねえとか思いながら、今見ております。ありがとうございます。斉藤さんのね、ご指摘にあったようにね、派閥が解消されてると言いながら、やっぱり宏池会の塊は結構結束が固いですよね、林さんにね。であとは志向会、まあ、これは麻生派も、はい、結束が固いように見えてますね、はい、見えてるという表現をあえて使いますけれども、はいはい、あとはやっぱり昨日記者会見した茂木さんも平成権をかなりまとめていらっしゃいますね、でまとめていて、そうすると宏池会は、林さんとね、上川さんに分裂してるのかっていう、そういう分析もあったんですけども、実は上川さんは宏池会とはちょっと遠いところで支援を受けている。それから加藤勝信さんは平成権なんですけれども、茂木さんと票を食い合いしてるんじゃなくて、まあ、私の印象では岡山県連を中心にいろいろと支援を受けているという点ではね、まあ、情報があんまり錯綜というか議員内部で、ひそひそ感がない分ですね、周りの方々の正しい情報もそうでない情報も含めた、客観的なデマも含めたいろんな情報が飛び交う中で、結構いい傾向値を各と見せてんじゃないかなっていう、そういう僕も印象を持っています。副団長からもコメントいただきましょうか。お願いします。はい、まあ、の中でどんな状況なのかで、いろいろね、その、剥がし合いとか、まあ、またお願いとかいろいろ あるんでしょうから、今こんな情勢ですなんてことは当然私はさっぱりわからないんですけれども、いろいろメディアも含めて決選投票が、小泉進次郎さんと、高市早苗さんというふうになるかもしれないという、観測がさ、いっぱい出てきているということは、まあ、高橋さんを応援してきた人間としては嬉しいなと、ここまでね、その、絵が描かれ始めているんだなと、まあ、描いてた人の、思惑がね、ちゃんと実現しつつあるんだな、まあ、もう一声、皆さん頑張りましょうっていう感じでですね、思います。まあ、とにかく誰がどれぐらい取りそうだっていうことは本当に興味深いんですけど、まあ普通の一般国民からすると本当にいい政治をしてくれるのが誰かっていう観点からしか見て、まあ見ることができないわけですよ。で、その目から見るとも、いい人っていうのは本当に一人二人しかいなくてですね、その他の人が人気があるんだ、どうだ、こうだって言われても、まあそうですかっていうだけのことでですね、まあ、本当に、まあ、高市さんとか、頑張っていただきたいなというふうに思います。ありがとうございます。まあ、メディア出身ということもあって、三枝さんにもちょっと質問したいんですけど、これね、はい、自民党員党友大賞って書いてありますよね。これ僕ね、どうやって調べたんだろうなっていうのが非常に疑問で、で実は50年ぐらい前は党友っていうのがあったんですけど、今ね自民党の中党友っていないんですよね。古い方がね、党員党友の皆さんっつってね、いやいや党員は4000で、
家族灯油は2000円だろうっていう、そういうあの情報も僕のところ来たんですけど、いや家族灯油に2000円もちゃんとした灯油 のワンカウントになってるんでね、これ灯油ってじゃあ灯油名簿どっかから入手したんだっていう話になるんで、この辺はなんかちょっと疑問に思うところございませんか。僕もそう思いますし、うん、最近のいわゆる情勢調査ともちょっと齟齬がありますよね。石破さんにこんなに勢いはちょっと到底感じられないので、うん、僕はですよ、あの小泉さん石破さん高市さんは党員党友票は僕はほぼ横一線だと思ってるんですよ、うんうん、他のデータとかも全部見ても、で大体高市さんはね、ほとんどのメディアはね低めに取ってるはずですよ。今回のその党員党友って先生がご指摘した党友っていうのわざわざ入れてるってところも、そうそうそう、なんか変なところでこう鉛筆なめなめしてる可能性は僕はすごくあると思っていて、で中国補選の時も東京都知事選の時もそういうことがやっぱりあったんですよね。特に、うん、あの読売なんかは飯山あかりさんを意図的に外して一面の肩でですね情勢分析をやったことがやっぱりありますから、やっぱりそういうことを全部こう加味して考えると、まあ石破さんがそこまで弱いとは僕は必ずしも思ってません。確か西日本では石破さん強いっていうのはやっぱり中国地方の方おっしゃってるんで、だけど都市部では僕は小泉さん強いし、意外と高市さんまんべんなく支持をこう一定程度集めてる感じがするんで、僕はこのお三方が三強だと思っていて、であとは議員票のバランスを考えても高市さんってかなりいいバランスなんですよね。小泉さんと高市さんがいいバランスなんですよ。石破さんは議員票といってもこれ以上増えるかって言ったら多分ないなと。で小林さんは議員票は飛び抜けてるけど党員票がそこまで見込めないってなると、バランスがいい人ってやっぱり高市さんと小泉さんにやっぱり修練されちゃうんですよね。だからそこら辺で僕は小林さんと高市さんが連合を組んだりとか、そこに麻生さんが決選投票の時になんか存在感を表すようなことを接着剤みたいなことをやれば、僕は十分に本当にこれはひいき目抜きでなるべく高市さんに辛めに出そうと思っていても、僕は可能性はまああると思います。安泰とかそういう感じは全く思いませんけど、うん、ないことは絶対ないと思います。うん、副団長にもねちょっと感想を聞きたいんですけどもね、まあやっぱりマスコミは一生懸命石破さんと小泉さんを引き上げようとしている一方で、急に河野さんを切り捨てた感があるんですよね。さっきのパーセントももう一回スタッフさん出していただけますか、円グラフ。なんか、メディアはね、河野さんってあれで言っておきながら、確か河野さんは何パーセントだったですか、さっき。出ない 3% ですよね。林芳正さんより少ないじゃないですか。ね、一気にね、これ急に落としてる。やっぱりこう鉛筆なめなめ感があるんですが、副団長どうでしょう。まあ、メディアって言っても皆さん左に偏った人たちでいたので、河野太郎さんが反原発をやめたと。うん、ああ、なるほどね。これで下駄履かせるのをやめたと。逆に、かわいさまって肉さ100倍で、叩いて見せてるっていうところが、私はあるのかなっていうふうに思っていて、あともう一つ、石破さんが常に謎の人気っていうことについては、まあ、ちょっと一つの仮説で、間違ってたら間違ってるでいいんですけど、まあ、電話で、ランダムにかけて、あなたは自民党を支持してますかとか、それで聞いていって、まあ、支持してないっていうと、まあ、統計から外すけれども、支持してるって、支持してない人でも、これ面白そうだからって、まあ、自分の意見をね、電話調査に聞かせるために、支持してますって言ってる人がいるんじゃないかと。本当は支持者じゃないのに。で、支持してないのに、自民党支持者だと名乗って、回答する人は当然左の人なわけで、石破さんって言うんだろうなって、僕はそんな風に想像しましたけど。そうですね。確かに、原発再稼働リプレイス、
これを言い始めて急にメディアが河野さんを押し下げたっていう、そういう見方はあるかもしれませんね。まあやっぱりね、これ内部的には党員党友の名簿がなんで出回るか。でまた副団長はね、さっきちょっと口にしていたようなやり方を取ったかなって思うと、だけど今回1000サンプルなんですよね。1000サンプルでその中で党員、あなたは党員ですか、自民党支持じゃなくてね、党員ですか党友ですかっていうようなことを聞くために、フルにかけるためには相当な件数の電話をかけないとサンプルは取れないので、まあちょっとこの辺はね、なんかいろんな背景、どうやってこれちゃんと調査取ったのかなって、前もね、産経系でね、自民党員に限るっていう、まああの時はぶっちぎりに高橋さんパーセンテージ高い数字が出たんですけど、まああの時僕口にはしなかったんですけど、それってどうやって調査取ったんだろう。少なくともね、党員名簿ってのは門外不出なんですよ。今回初めて総裁選に、挑戦する陣営というのは自民党員名簿をデータでもらうことできないんです。それをコピーしていいよという、でそれも金払って数百万、で過去一度でも出たことのある陣営はその時の党員名簿を、まあ、持っているんですけども、まあ、それが最新のものかどうかはまた別の話で、まあ、それでね、スタートがちょっと違うっていうところなんでね、まあ、またいろんな方がこの点については分析をされると思います。さあ、3番、杉田水脈さんがね、高市氏支持表明、動画をね出されていらっしゃったようです。有村春子氏に続き、杉田水脈氏が高市早苗氏支援を表明、一期当選の推薦人がまた高市陣営へ。選択的夫婦別姓や女系天皇や左翼ジャーナリズムに煽られ、やたら左翼リベラル政治家が増えた自民党を話しても、あなたは本当に自民党と聞きたくなる人物が多くなった。だが日本の誇りを守るために働き続ける杉田氏加盟の意義は計り知れない。佐伯さん、まあ、この有村さんや杉田さん、保守陣営がどんどん入ってきましたけど、いかがでしょうか。はい、杉田さんはもう、まあ、正式に表明されたのは最近ですけど、かなり早い段階から高市さんの支持をされてました ね。はい、それで、まあ、有村さんがむしろ先週ぐらいまではお名前がなかったので、うん、まあ、水面下で動いていたのか、もう腹を決めたというふうになるのかですね。これ、見てみると本当にそうそうたる顔ぶれで、古谷啓二さんとかも入ってますし、中曽根博文さんなんかも入ってらっしゃる。なかなか、バランスが。佐伯さん、話の途中ですけど、今それ何見てる？多分先生が見てるのと同じだと思う。さっきから聞いてるの、なんか俺と同じデータ持ってんじゃねえのって思ってたんですけど、どうでしょう、多分。いや、わかりません。僕は何も知りません。ごめんなさい、話の腰折って。はい。いやいやいや、先生は大人の事情だけど、関係ないから、喋っちゃう。で、まあまあ、そんな感じで、はい、まあ、これを見てても結構な人数いますし、まだ態度を起死表明してない方が3分の2近くいますからね。多分、これは、結構な数いらっしゃると思いますよ、これを見ても。で、悪い順位ではないと思います。まあ、十分かと言われたら、うーんって感じですけど、さっきも言いましたけど、党員票と、加味してもバランスがすごくいいので、なだれ込んでくる可能性は今後も情勢次第では、もう全然あり得るんで、いいと思います。はい。はい。副団長いかがでしょう。いや、お二人が見ているリスト見たいなって。思うわけなんですけれども、いや僕見てるって言ってないからね。そう、先生は何も言わなくていいの。まあ、とにかくですね、やっぱ保守、ちゃんと仕事をしてる方々がやっぱり高橋さんにこう続々とね、表立って名乗りを上げて、
まあ、いただいている状況っていうのは、やっぱりあの安心するっていうか、嬉しいなっていうかですね、これでな杉田さんがもしなんかね、石破さんとかやったら、ってもなんか入れ歯が取れちゃうようになっちゃいますけど、まあ、そんなことにならなくてよかったなというか、でもちょっとまあ気になるのはね、青山さんも、名乗りを上げていらっしゃって、青山さんも、まあ、20人集まって、高市さんも20人集まってという、状況がもう最も望ましいんですけども、まあ、そこがちょっとね、心配をしながら、歓迎をしております。まあやっぱりね、1回目の投票で1、2位に入らないとダメだっていう、ここが最大のハードルですね。で、まあ、自民党の衆参両院議員は367人で、で、2回目の投票になると、党員票も367で同じになっちゃうんですね。ごめんなさい。2回目になると47都道府県に、票が減っちゃうんですね。ですから、やっぱり、ドント方式での367、党員の全体のやつをね、どれだけ1回目の票に上げながら、決選投票で、今度は議員票。で、地方票っていうのはもう47都道府県に分散するで、それから動かすことはできない、わけですけども。いや、本当ね、最後までわかりません。それでは移民対策ということで、どうしようかな。まず9番、副団長のツイートなので、解説とコメント合わせてお願いします。はい。相変わらず、喧嘩を売ってくる人には喧嘩を買っておりますが、共同通信が珍しく事実を伝えると、書きました。移民対策厳格化のハリス氏追及、トランプ氏変説訴え、共同通信という今、記事でありまして、まあ、これは簡単に言えば、ハリス、現副大統領ですね、が、全くですね、これまで不法移民はどんどんアメリカに来て、あーはーはー、あーはーはーって言ってですね、不法移民来れば来るほどいいんだみたいに言ってたのが、大統領選挙で、まあ、民主党の、大統領候補になった途端にですね、何をどう計算したのか、不法移民ダメだっていきなり言い出したわけですね。で、それについて、トランプさんが、あんた副大統領として今まで何やってきたの、何言ってきたのと、不法移民はどんどん入れと言ってきたじゃないのと、なんで突然大統領選挙の直前になってコロッとね、不法はダメだって言い出したんですかと、追及をしていると。もうこういうコロ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 、変説する人はいけませんと。いうふうにハリス氏をまあ批判しているということを共同通信が珍しくですね、普通に報じたので、珍しいと思って、ツイートいたしました。はい、これやっぱり副団長のご指導の賜物ではありませんか。共同通信、僕目の敵にしてるはずなんですけどね。どうなんでしょうか。はい、佐伯さんお願いします。そうですね、ハリス詩を見てるとちょっと河野太郎さんに似てる感じがしますね。こう選挙になってから急にね、こう僕はね最近蓮舫にしか見えないんですよ。あ、ハリスの顔が入ってこないの。わけのわかんない笑顔と蓮舫の作り笑顔が、ごめんなさい話の腰折って。いやでも蓮舫さんほどかめちゃくちゃ噛みつきはしないでしょ。蓮舫さんはハリスよりももっとちょっと強烈だなって感じしますけど、まあいずれにせよですね、はい、実は共同通信も僕ある方とですねちょっと知り合いになって中を聞いたんですが、今吉田先生がおっしゃったみたいに全然いないわけじゃないんですよ、保守の人間は。ただ保守だってはっきり旗手を鮮明にすると必ずちょっとこうコースから外れていって遠く遠くに行かされるので、そういう意味では非常に気の毒な、時事通信なんかに比べるとですねちょっと気の毒な通信社なんですけど、時事通信よりも共同通信の方がシェアが高くて影響力が強いっていうのがやっぱりこの日本のメディアのこの病巣の深いところじゃないかなと思います。うん、まあ
ハリスらしいなっていうそういう感じがしますね。まあこの調子で、うん、どうぞ、はい。我々がぶったたいてきたおかげでですね、あの TBS の、地方局がですね、共同通信の、ニュースを買うのをやめるとかですね、まあ我々がぶったたいたからっていうか、単にあの TBS 系の地方局もどんどん貧乏になってて、お金が出せなくなったからなんですけど、そういうことも含めて我々のね、あの、まあ、江南両用の、まあ、兵糧攻めから正面突破から含めて叩いてきたので、やっぱり共同通信のブランド価値っていうのはどんどん下がって、誤報ばっかりだとか捏造ばっかりだとか変更ばっかりだっていうことがもう国民にも関係者にも分かってきたっていうのがね、やっぱり漢方薬のように効いてると思うので、あの、まあ、とにかくあの悪名高いね、あのヘイト問題捏造犯っていう犯魔である共同通信ですからね、あのこれからも私はあのこの狂った動きを止めようと頑張ろうと思います。はい、じゃあその勢いで10番もお願いします。はい、10番はですね、まあ、あの共同通信などが、ヘイトサイトだとかですね、ヘイトなんとかだと言ってやまない、トータルニュースワールドっていうですね、あのニュースサイトが、取り上げています。あの最近はその保守系の、メディア、あのまとめサイトとかメディアっていうのは、あの海外の、保守、的な、ニュースを、まあ、一生懸命調査して翻訳して紹介するっていうことが増えてきていて、あのだんだんその情報価値が高い頼もしいサイトメディアにな、あのだんだん変わってきているんですけれども、まあ、このトータルニュース、ワールドが、取り上げて、います。メローニ首相、不法移民入国なら NGO にも容赦せず、移民を上陸させた国境なし医師団の船を航行禁止という、ニュース、あのこれ元原文、あの、まあ、横文字の、原文の、ネタであります。で、まあ、国境なき医師団というとね、なんだか世界で一番素晴らしい人たちの象徴みたいにね、あの、うん、まあ、いろいろ取り上げられがちなんですよ。あの、で、あの、私も、知り合いいますけれども、あの、まあ、確かにそういう思いの、方が参加されているのは事実なんですが、だからといって、まあ、この記事にあるように、不法移民をに、まあ、あの、まあ、肩入れをするようなというか、まあ、助長する、犯罪を助長するようなことをやったらですね、まあ、あの、まあ、か、まあ、アメリカの民主党とかだったらですね、やんややんやと大喜びするんでしょうけど、やっぱり、あの、メローニさんみたいな方が、ちゃんと取り仕切っている、国家ではですね、不法は不法、ダメはダメよと、厳しく法は執行するということでありまして、まあ、本当に素晴らしいことで、私は、不法移民を応援する NGO だから法律を破っていいということにはなりませんと。今、当たり前のですね、ことを、付け加えて、この、メローニ氏、イタリアの、措置について紹介させていただきました。はい。まあ、話聞きながらね、あの、川口のことを思い浮かべながら、まあ、ね、あの、何もクルド人を差別しているわけじゃなくて、犯罪を犯した人間がクルド人ならば当然、捕まえらなきゃいけない。ところが、埼玉県警は、ね、捕まえない。場合によっちゃそれを支持しているかのように見えるような、あ、まあ、社団や NPO、NGO 等々があったりなんかするし、これもおかしいですね。佐伯さん、社会部にいらっしゃって、はい、やっぱりこういう点についてはどんなあの切り口で、論点整理されていらっしゃるんですか？これは僕はそのもうこれは不法移民なので、ね、そもそも合法移民じゃないので、これをね、そのなんだろうな、こう一種のあのこれをあの取り締まることが、うん、あのまるでなんか人権に反するような言い方っていうのは、これそもそも根本的に間違ってると思うんですよ。でメローニさんなんかはもう本当にあの方はあの首相になる前にね、もう極右だなんだって言って、もうボロカス言われてますけど、メローニさんはね、いや、近年のイタリアのね、首相、マッテオ・レンツィさんとか、あの、昔はあの、アンドレオッチってとんでもないおっさんもいましたけど、じいさんもいましたけど、まあ、歴代の首相とですね、比べてみてくださいよ。なんとまあ、優秀なことか。移民はめちゃめちゃ減る。あの、
金融政策だって経済政策だって むしろあこんなこの人堅調な人だったんですかと、あんなに EU に対してもギャーって言ってたけど首相になったら現実路線をこう取ってって、だからただのねメディアのレッテル貼りだったんですよ、うん、全然メローニさんは極右じゃないし全然危険な首相でもないし、はい、極めて真っ当な優秀な、あの近年イタリアでこれだけ優秀な首相は多分いなかったと思いますよ。僕は長期政権になるんじゃないかなっていう気もしてます、うん、で対中政策についてもねガラッと方針を変えましたからね、あのイタリアはね、はい、素晴らしいと思います、はい、うん、はい。